はい、水川公園、これ2号墳。2号墳だろうね。これはもう見るからに4墳でございますけど。ちょっと小ぶりでございますけど、測ってみましょうか。それぞれ直径20メーターぐらいあるのかな。あ、ここも埋葬施設がありますが。これ見てみようか。2号墳。箱形石棺。なるほど、箱形石棺か。ちょっと崩れてましたか。矢印が出てきましたか。はい、ありがとうございます。管理棟があってね、これちょっと降りれませんか、3号墳には。はい、サイズも変えてないからね、何にも変えてないね。はいはい、調べてけるか、わしは調べてけるか、後で見るんだろうな。調べてこないの、基本的に。感動がなくなるなんて調べてくると、でもね、ちらちら動画ぐらい見るけど。はい、じゃあ左から回って。何？もう撮影始めてからもう20分以上経ってんの？次行かないかんのにね。あ、これ。これなんだ？これ、ここから上がるんか、みんな。あら、石が。石じゃんか、これ。ああ、土留めかね。ここね。これが3号墳になるんかね。3号墳はどうなってんの、これ。3号墳のイメージわからんね。これちょっと見てみようか。これですか。なるほどね。この辺にあったということか。楕円形の古墳。これね。ここにね、こういうふうに、組み立て石棺かね、があったということね。で、これが、この上に、それこそね、上に、天井石を乗せていくこと？ちょっとこれはわからんな、イメージがね。崩れなかったので、ちょっと見上がってみようかな。これがだから、ここは古墳だったんだろうけど、綺麗に並んどるってことだ、三基で。それもまた不思議だね。これ、こっちは何だ？これは、これ上がれんのかね。一応上がれんのやろうな。階段になってるから。これも古墳の跡かね。もうイメージは古墳やけどね。山を削ったように書いてあるけど、これただの山で何も少なかったんだよ、ここは。そういうことですね。これはどうもね、3号墳の、3号墳が楕円形言うけどね、どこどういうの楕円形かわからんがね。これは3基
並んでるの珍しいね。先並んでる人もね。お、誰か回っとるぞ。この朝やから。はい、ありがとうございました。